皆さんこんばんは。皆さんこんばんは。乳首の主人の角野チャイニーです。アフター。つい先ほど手術を終えて、その間に肉とか食べに行ったけどね。無事手術を終えて帰ってまいりました。今回手術は11時半に病院に着いて、点滴、可能止めの点滴取る場所の準備して、でそれから日本語喋れますかって言われた。日本語大丈夫です。よく言われる。大丈夫です。可能止めを後々やるところの点滴って手術が前の日の手術が終わるのがあって、今朝の1例目の手術がまだ終わってないということで、まだ手術の出番が来てません。結局2時15分から手術室に入って、脱いでとかなんかいろいろ準備して、なんやかんやで3時3分に手術入力しようと。手術室から出て、なんか座ってる名前確認するところとかさ、パソコン上15時11分になってたからさ、3時ちょいに終わってる。だから、なんか手術室には1時間もいなかったし、手術自体も多分正味30分ぐらいかかってないと思う。あれは何だった？1時間半予定です。予定。準備も合わせてたかな。だと思うよ。とりあえず中に入って、もうこのままの格好で。中に入って、ズボンなんか金属とかじゃないですよね。だからじゃないですっつって。で手術室入って、前の手術と同じで T 字のベッドのやつね。で D ダンスで上着脱いで横になって、でなんと血圧なんかピシューって中のやつやって、指にピコンピコンやって。この状態で今回は別に固定もされずに、足も自由に動かしていいですよって言ったわけ。前固定だった。前固定だったわけね。怖い。そう。今回足もどこも固定されずに、足立てたかったら立ててもいいですよって。でも意識がある状態で1時間半だからさ、体勢がきつかったらなんとかっていいじゃない。一応でも。1時間半も何しようと思ったけどさ、意外とあっという間に終わって。ベッド横になって、こっち裸さね。で、消毒しますねってから、めっちゃ、なんか塗る、めっちゃ塗ってて、なんか塗り残しあるかなって、なんか探してるのかなぐらいさ、ちょっと塗ってるよねみたいな、細かく塗ってたからさ、分からんだろう、消毒液で色とかと思ってさ、みたいなさ、イソジンだった。脱脂綿みたいなのかな。脱脂綿みたいな、だから結構分厚いやつだったよ。抹茶色の、だからさ、めっちゃこのとこゴシって、もうこの辺ぐらいから、脇のこの辺ぐらいまで、腕のさ、この辺、もう吹いて終わってたけど、めっちゃこの辺ぐらいまで塗ってて、で、その後、なんか青い、なんかカバーみたいなのこっちやられて、ここなんか棒みたいなのになってからさ、ここで隠れるように青いのやって、ここもこうやってなるようになってからね、ここだけ、で、こっちも青いのやって、で上からなんかビニールみたいのなんかかけよったわけ、もうここから見えないんだけどさ、青いのがあって、でこのやった時にマスクを動かしちゃったわけ。マスクどうしますこれ、自分外からそのまま来てるんですけどってからさ、別にそのままでいいよって言ったから、取った方がいいですかって言ったから、つけっぱなしでもいいし邪魔だったら取ってもいいよって言った。一応取ろうかなと思ったけどさ、苦しくなっちゃうから、だからでも一応なんかで咳とかして移したらあれだからと思って、この状態に行ったわけ、鼻だけ出して。それはさ、動かしちゃったわけ、ちょっとこうなってから、それこの辺からなんか糸くずみたいなのが出てからさ、もじょもじょするわけ。やばいだからさ、味がだからさ、ちょっと下げてからさ、よしって思ってから、くしゃみしそうだった。くしゃみしそうとか怖いんですけどってからさ、じゃあやってる時にね、そうだからその時は分かるらしい。くしゃみしそうって分かるみたいよ。なんかあったら読んでみてたかな。書くときももしかしたらこの動かす手側に先生がいたりするときもあるから、ちょっと顔がかゆくなることもなく終わったんだけど、で麻酔をこっちにやって、こっちから刺してチクってして、と思って、なんかとしちゃったっけ、ってやってからさ、次こっち待ってからさ、チクってからと思ってさ、ってからさ、これを3回繰り返してさ、って頑張ってください。で、なんか感じるって言ったからさ、いや、特にって言うから、ここはって言うから、あ、ここはなんか当たってるのはわかるけど、なんか痛みとかではないって言ったわけ。で、じゃあ始めるねって言ってから、はーいって言ってからさ、本当にはーいって言ったんだけどさ、違う、切ってるんだはず。うーんってなってからさ、大丈夫って言うから、痛いですって言ってから、痛みありますって言ってからさ、はいって言ってから、じゃあ忘れたそうねって言ってからさ、こっちとこっち足しよったわけ。どんな痛みよ？歯医者さん？紙でいり切った感じ。わかる？スーってなんか、してからさ、と思って、じゃあ麻酔打った後からも全然何もわからなくてからさ、最初なんかペン多分なんか書いてある、ちょっと定規化してとかなんかペンとかなんかしてからさ、でちょっとなんかやってて、めっちゃなんかガガガガとかなんかやってるのあったんだけどさ、痛み全くないよ。なんかハサミでなんか持ち上げて切ってるのかなと思うぐらい、なんか私の乳首持ち上げてプツンと切ってるのかなと思うぐらいさ、分からんけど、なんか動いてる感はあるわけ。冷凍でも痛くはないんだけどさ、でもうちょっとしたらさ、もうなんか塗ってる感があるわけ。この感覚知ってるよ、これ塗ってるんじゃないと思ってからさ、早かった。あ、もう塗ってるんですかって聞こうと思ったけど、邪魔して悪いからさ、なんかこの辺になんか糸が当たってるような感覚もあるわけ。糸パンってこうやるときに多分糸が垂れるさ、自分がこの糸が当たってるからね、針が当たってるから、糸がなんかこの垂れ下がってる糸が皮膚に当たってるから、だからおーと思ってさ、そしたら「はい、ここあったからね」って言うから、全部こっちって言うからさ、ここもパパパパって、ここもっと早く終わったはずで、終わって、でなんかまた定規持ってきて、なんか高さか大きさかわからないけどなんかチェックしてて、でこっちはなんかまたガサガサなんかとかしてるからさ、終わった。ここだけこっちがだからあれなんでしょ。こっちは出血が多かったのかな、バイポーラーだから、こっちの方が長かった。なんかやってる途中になんかバイポーラーとかやってからさ、止血なんかやってた、結構なんかガサガサやってたよ。なんかこの人普通になんか服みたいな感じで「え、大丈夫？」とか思いながらさ、でも見えないから分からんけどさ、血とか多分服感じだよ。こっちはな、もうバイポーラー使ってない、こっちはバイポーラー使った。一応終わって、こっちはちょっと出血あるから圧迫しようかってなって、ガーゼでまた圧迫されて終わった。で終わってから「はい終わったよ」って言うからさ、あの先生のサバサバ具合いいよね。この絆創膏バンダイジャーみたいなの入ってるからって言うから、でもしシャワーとか入ってびしゃびしゃに濡れてる感だったらもう外していいからって言って、外してガーゼとか当ててって言ったわけさね。血がまだ出るかもしれない。そう、ちょっとまだ血が出るかもしれないからってな。今日はお風呂は明日からで、念のためさ、前の手術みたいにいつまで絆創膏貼っていいか分からんからさ、もしびちゃびちゃならんかった場合、この絆創膏っていつ外せばいいですかとか、じゃあ土曜日って言ったからさ、じゃあ土曜日には遅くても外していいんですねって言うから、洗う時に石鹸前みたいに手洗いでやっていいんですかとか、そうそうって。で、軟膏塗ってる、前日の軟膏は一応きれいに洗って落としてから、新しい軟膏塗ってからガーゼみたいになってる。シャワー入ったら絶対塗れるんじゃない？塗れるけど、こっちは手でこうやって入るわけ？前みたいにさ、絆創膏だけ今まだ。だから中まで塗れるかどうかはまだ微妙だわけさ。で、実際の見ますか、また絆創膏、乳首絆創膏なんかタプタプだけど、やっぱり独特のなんかマッチの匂いがするよね。マッチ？これはテープカブで、レバーにしか見えないんだけど、こっちからするから、多分これが新しい乳首かも。塗った後みたいに見えるよりと、こっち血出てるよね。こっち結構血出てるね。見える？もちろん真ん中は血じゃないからね、真ん中くり抜いてるから乳首が見えるってことだから。だけどにじんでる感じしてるさ。こっちは圧迫、出血が多いから。いつまで？いや、もう今日だけでいい。こんな感じですね。また乳首の絆創膏が出てきた。この辺全部イソジン茶色だったよ。で手術終わってゆっくり起きてくださいって起きてからさ、でイソジン吹き残しないから、拭いてようやくについたら落とすの大変みたい、だから一応綺麗に拭いてくれてからさ、拭いて一応洋服パッて着て立って手術室から出て、でその日に行ってみたいな。歩いて降りたん？歩いて降りたんだよ。なんかガラガラと思った。普通にとこと歩いて、だってここしか麻酔効いてないからね。この辺は何も麻酔やってるわけでもないしさ。点滴も可能止めの点滴だけで強いね。何もやってないよ。最初の1投目だけが痛かったです。麻酔、麻酔がまだ効いてないのか、弱い、足りないのか。とりあえず手術今日7月14日終わって、で抜歯が月曜日の予定。なんかこの状態見てからやるみたいだけどさ、3日間可能止め、感染症を治療する抗生物質、これは3日間抗生物頼んで1日2回で、痛み止めでロキソニンもらってるけど、ロキソニン飲んで15分30分経っても痛みが引かないんだったらカロナールトンプクで飲んでいいよって。あとはここに塗る薬ゲンタマイシン、1日1回だからお風呂上がり清潔にしてねちょっとからさ。今回のお会計、お薬が3250円、自費ね10割で、治療が、当初予定18万ぐらい見積もっといてって言われたから、そんだけ用意したんだけど、お会計15万290円でした。内訳が、乳首の手術名が陥没乳頭形成術、名はこれやってる。陥没はしてないけど、で7万3500円だから1乳首3万6250円ぐらい。そんな単位がある。1乳首で麻酔が7万4420円、手術代よりも麻酔代が高い。あとは検査、呼吸心拍監視500円、処方箋料680円、大塚東駅なんとか450円、外来診療740円、とりあえず15万、日帰りで15万。血は足りてるの？自分？血高いよ自分。輸血とかではない。前の手術でも、もう万が一に備えて輸血の準備があるだけだけどさ、輸血することはないって言ってたよ。危なかったかもしれないけどさ、自分の場合は。まあそんな感じですね。あとは乳首が壊死しないように見守りたいと思います。禁煙がすいませんうまくいってなかった、ね、バレる。3時45分に終わるっつったのに、3時15分に電話が来たから、なんかあったと思った、レジ怖かった。そしたら終わったと思った、またここそうってそうってさ、いい乳首になるかな。海が楽しみ。壊死する人としない人がいるわけ？一応喫煙者は壊死する、なんか別の病気のあれだけどさ、喫煙者は壊死するのは7倍から9倍って書いてある。じゃあまた戸籍変更の後の証明書作成の依頼がまたそれは後日あるけどさ、これはまだ今じゃないから。治療で行くのはもうこれ終わったらもう申請の準備しないといけない。だからさ、いつまでたってもお金がたまらないって。今度はもう手術系じゃなくて書面系手続き、書面の手続きに進むため、とりあえず乳首の手術はあっという間です。早い。1回前でちょっとやってるからとかいやじゃないと思うよ。単純にこっち切って余分なところを切り取ってあと塗るだけだからさ。やらない方がいいと思う。イメージドキドキしたけど大丈夫だった。痛いのも一応我慢になっちゃうの、ギャーとかってそんな痛みじゃなくてさ、痛いですってぐらいのレベルの痛いですだから大丈夫だけど、そりゃ肉も食べる。終わって焼肉食べてきました、しかも一人で食べてたからね、あんちゃん冷麺がなかなか来なくて食べる気なくして20分か30分か待たんかった？ 30 分以上待ってるんじゃない？自分が全部の肉食べ終わったら物が来たってよね。えそんな時間かかるラーメンねえ。そんな感じで次は来週抜歯できるかな。終わり。今日は終わり。2人頑張りました。頑張りました。じゃあまた来週に動画別のやつあげます。ではさよなら。こっちも剥がしてみます。こっちが一番血出てる。今、うん、今ほら入る。うん、大丈夫と思う。これから血出すぎじゃない、うん、よいしょ。とりあえず一旦これでお風呂バーって全身洗って、お風呂上がる前にこれ剥がします、うん、怖いよね。じゃあ行ってきます。